近あったことは、ダンスのレッスンしてるんだけど、ダンスの先生がさ、今可愛い先生なのね。まあ、レッスンって言ってもダンスの振り入れのって感じなんだけど、まあ、レッスンっていう基礎練は全然しなくて、まあ、でも今後通いたいなとは思ってて、その先生の下の、オーニオのプレーンあったでしょ、プレーン。の時のダンスの先生がいて、すごい可愛い、優しい先生なんだけど、今その先生にまた振り入れしてもらってるのね。で、その先生さ、先生ね、おしゃべりなの結構。おしゃべりで、なんかネイルとかも、なんかすごい可愛くて、え、これネイル今日してきたんですよとか言って。これ今流行りの、なんて言ってたっけ、なんか韓国で流行りの、なんとかネイルって言ってた。何ネイルだ今。なんとかネイルなんですよって言ってて。で、それ確かにめっちゃ可愛かったんだよね。なんだっけ。あ、これだこれだこれだ。オーロラネイル、オーロラネイルってやつなんかな。これしてた、これ。めっちゃ可愛かったよ。これいいなぁ。なんかそのダンスの先生が踊るたびに爪がキラキラしてて、それ可愛いなって思ってたら、先生が、これ可愛くないですか？今日やったんですよって言ってきたりとか、あと、なんか、とはさ、ダンス行くときはさ、お化粧しないんだけど、もう、なんか買い物行くときはお化粧するんだけど、なんかマスクでお外出るときに、化粧あんまりしたくないのね。肌が荒れちゃうからさ。だから、ダンスとかもう汗かくから、そう、あんまり化粧、ってか化粧一切しないですっぴんで行くんだけど、先生が、トアさんってなんかトアがなんだっけな。いや、もういつも本当になんかすっぴんで、なんか先生みたいな。言ったら、トアさんってすっぴんなんですかって。そうなんですよーって。化粧すると肌荒れちゃうしーって。ちょっとあんまりダンスのレッスンとかの時は、まあ基本的には化粧しないんですけど、いつも先生お化粧してて、なんかちゃんとしてますよねみたいな。全然、なんかすっぴんとかで来ないですよねーって言ったら、いやもうすごい、化粧しないと顔がやばいんでーって言ってて、先生が。でも可愛いの、先生。で、肌も綺麗だから、肌とか綺麗じゃないですかって言ったら、いや、違うんですよ。なんか鼻の穴の毛穴が爆発してて、みたいな。急によくわかんないけど、鼻の毛穴がなんか爆発してるって表現、やばいよね。やばい表現してたんだけど。爆発してるんですよって、もうすっごいもう、でかくて、すごい嫌なんですよって言われたりして、めっちゃ笑っちゃった。先生の語彙力やばって。あとなんだっけ、あのね、あとなんて言ってたっけな、なんかね、なんか一個もう一個面白いのあったんだよな。あ、そうそうそう、なんか先生も身長そんな大きくなくて、細めの小柄な人って言えばいいのかな、小柄な人なんだけど、この先生なんか、とわさんってなんか、運動とかやってたんですかって言われたから、いや、全くやってないんですって。ダンスも、全然やったことないんですって。なんか、見よう見真似でやってただけで、特に教わったことも一切ないんです。でも、だから、体も硬いし、すごい苦手なんですよねって、いう話して、そしたら、すごい、いつも、なんか、一生懸命で、ね、上手で、本当にすごいですよ、みたいな、覚えるのも早いし、って。ほんと自信持ってくださいねって。私なんて、砲丸投げの選手だったんですって。先生、砲丸投げの選手だった。で、コブをね、グッて作ったの。肩をさ、ギュッてやってさ、コブ作ってみたら、めっちゃ筋肉あって、ほらねって。確かに。全然そんな見た目じゃないのにって。なんか、中学生の頃から、中学生部活動入んなきゃいけなくて、で、まあ、ダンスやってたから、ダンス、なんかその、部活動、習い事とか優先していいよの部活動が、陸上部だったらしくて、その陸上部に入って、ダンスやりたいからね。で、入りました。で、走り高跳びか、砲丸投げどっちかなって、なった時に、砲丸投げちょっと試しにやってみて、投げたら、すごい、地域でも、この中学校で一番すごいって、なんか先生に褒められたらしく、砲丸投げの選手、こいつを育てるぞってなって、砲丸投げの選手になったらしい。っていう、なんか、っていう、
なんか不思議なおもろい先生と一緒に今フリーレしてるっていう感じかも。最近のトアの日々は。どうだから先生とさ、いつかさ、一緒にさ、あれしたいって、ダンスのレッスン配信したいなって思ってて、思ってる。そう、先生、3D レッスン配信。